だんだんやばい方向に近づいているような BGM が流れております。確かあれやな、教室に戻って一旦作戦会議しようって言ったよな。戻りますか。戻ってきた。おい、机の上に座っちゃあかんぞ。記念写真、あっという間にお金が貯まるね。なんだか怖い。今頃そのことに気づいたか。怖いんだよな。こんなにお金がすぐ貯まるって何か裏があって怖いんだよな。誰か逆にお金搾取されている人がおらな、成り立たん商売になってるよな、記念写真。まあ今のところ何も起きてないし大丈夫じゃない。いや、お前らがそう笑っている裏ではさ、記念写真のせいで借金を抱えてる人がいるかもしれんからな。甘い話には裏があるのよ。世の中はそんなに甘くない。わかってる。カメラメちゃんの方がわかってる。まるで親の言い草。アプリ越しに誰かが襲ってくることはないよ。それフラグになってるんじゃない？なんかそれフラグっぽく聞こえるんじゃない？愛はお気楽だから。まあ私も楽しんでいるけど。秘密の正体。どんなことでもいいのでしょうか。なんなんだろうな、秘密の正体って。何の秘密かってんか分からんけんさ、探しようがないような気がするんやけど。驚きが大きいほどポイントも多そうだよね。世の中の秘密はほとんど暴かれています。何が残っているのでしょうか。その言い方だったらさ、もうユーマとか科学的なまだ解明されてないこととか暴かんかったらあかんような言い方しとんな。無理だよ、中学生には無理だよそんな。コータは考える規模が大きいな。そのうち宇宙の謎とか解き明かしそう。ビッグバンだが、実は地球が誕生したのはこうでしたみたいな感じのことを言われたらさ、5億ぐらいくれるんかな。政府から5億ぐらいくれるわ。アプリじゃなくて。さて、秘密の正体ね。誰かの秘密を暴けばいいのかな。俺にはそんな趣味はねえな。とか言いながらさ、アイちゃんやカラメちゃんのバストサイズがわかるような状況になったら、何何それ知りたいみたいな感じになるだろうね。学校の秘密でいいかも。秘密。校長先生がカツラかどうか。わらしょうもな。カツラなの？気づいてなかったの？学校中で雄大だけじゃない？俺は人を疑わないの。作戦会議なのかこれは。そういえばどうした？机からそろそろ降りた方がいいぞ。お、からめ、いいこと思いついた？中庭にある倉庫、いつも鍵が閉まっているよね。それがどうかしたか？中に何かあるのかなーって。倉庫やけん別に掃除道具とかそういうなんか草むしりの道具とかあるんじゃないの？確かに誰も見たことない気がする。掃除道具とかじゃねえのか？どうせつまんねえものだよ。確かにドアを錆びて古臭いし、使っている気配もありませんし、なんで取り壊さないんだろう。金がかかる件じゃない？もしかして死体があるとか。もし被害妄想ってやつじゃない？それは妄想力高いわあんた。誰の死体だよアホか。実は噂で聞いたことがあります。そんな噂あるの？聞く前からいいよ。そんな噂あるの？誰も立ち寄らないはずなのに、用務員さんが倉庫から出てきたという話を。ほらな、お片付けだよ。用務員が雑用に使う道具とか置いてるんだよ。まるで人目を気にするように出入りしてたそうですよ。でも噂でしょ？用務員さんへの悪口みたいで嫌な感じ。まあ確かに用務員さんは少し近寄りがたい雰囲気があるけれど、探ってみる可能性はあるのでは。確かにコーダの情報網なら信用できる。なかったらなかったで問題ないし。やるんじゃ、用務員さんか。本気か。でもいつも閉まってるんでしょ？用務員さんを見た時間っていつぐらいなの？夕方だそうです。
校舎が赤く染まったちょうど今ぐらいの、あ、校舎が赤く染まる頃、誰かの血が赤く染まるってか？ビンゴ！ビンゴ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 ！あ、じゃあ行きましょうか。ヘイヘイ、何かあったらお守りしますよお嬢さん方とか言いながら、お前何かあったら一番最初に逃げるくせに足の速さを利用して。アウロ君そう思うよね。落書きはアプリのアイコンから、あ、それは前も聞いたな。何よ今の。ああ、こういう動かし方になるんだ。へん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 、おーい雄大、いきなり音楽聴き始めた。どうしたお前、そんなにロックに、お前もしかしてアミのせいがロックがどうのか言うようになったのはこいつのせいか。ダメだな、ノリノリで全然反応してくれない。それにしても絶好調って感じ、写真でも撮ったろうか。ああ、そう、撮ったろうかでいいかな。お前取れたわ。音楽を聴いてノリノリの雄大、悩みなんてなさそう。羨ましいな。おい、なんか将来どうすればいいのかって悩んでるのに。他のみんなは雄大だけ、雄大だけか。とりあえず倉庫をな、見てみたいところなんよな。どこにあるのその倉庫って。こっちかな、これか。なんか開いてない、開いてない、開いてるよね。あれ、ドアが開いてるや、いつもこうだっけ。あ、なんか物が多いわけじゃないんじゃ。ドラム缶しかないで、あと何この四角いやつ、タイルがここだけ残っとるみたいな感じか。はあはあ、何これ、ドラム缶が何であるんだろう。鍵が開いてるなんて不思議ね、私たちを待っていたみたい。え？誰もいませんね。用務員さんが鍵をかけ忘れたのでしょうか。ザルやな。だとしたらこのタイミングでザル警部やな、いきなり突然。ほんまに待ってたかのように。な、変哲もない倉庫だったろ。校長先生の秘密の方を探った方が良さそうだ。なんだそのシリアスな顔は。校長先生の秘密の方に何かシリアス味を感じてるのかお前。でも本当にガチでさ、なんでドラム缶だけ。別に取っても何もあらないし、タイルが1枚だけ残ったもん、なんか気になるな。あー、なんかあんのこの下。あったあったそういうことだったん。見て、こんなところに階段が、階段ってな、倉庫に階段いる？なんかすごい怪しいや。下の方で何か実験してそうだな。まさか、本当に秘密があったなんて、嘘みたい。マジかよ。よし、いざ、出陣だ。お前あんま期待してなかったくせに、いきなり目の色輝いたな。雄大、さっきまでの態度が嘘みたいですね。面白ければいいんだよ。行こうぜ。でもほんまいきなり出てきやがったぞ。セーブしとこうか。怖いわ。雨のせい、お前どう思うこの感じ。さあ地下へ行こう。秘密を解き明かそう。きっとワクワクするよ。ついにここまで来たね。マジ、お前どうした、お前が用意したみたいな感じになったのや。お前何が待っとるというんだこの地下にさ。行くぜ。怖い。学校に戻ることはできませんよ。マジか。行きますけど。みんな先に行っちゃったよ。私も進もう。みんな早っ。もうちょいさ、ゆっくり進まんか、お前。さっき引きすぎだろ、お前。早えな、お前ら。怖ないの。ちょっと曲がって。ブーン、ブー、ちょっと待ってね。ブーン。ブーン。無駄に長いな。なんか知らんけど、無駄に長いな。
何もないのに長いな。廊下。廊下っていうのかな。通路。このまま進んで大丈夫かな。そうですね。危険な感じがします。危ない野生動物がいる可能性も。蛇とか？嫌だ。私、蛇嫌いなの。ワンチャンパッと見、お前の髪の毛蛇っぽく見えるけどな。へえ、蛇なら見たい。もうちょっと進もうかな。あんた変わってるよね。蛇 大好きな。そうだよ。こんなすごいところを見つけて、のこのこ帰れるわけねえだろ。帰り道を忘れないよう気をつけて進みましょう。大丈夫、大丈夫。それは一本道だったし。あら、道分かれたな。ああ、こっち塞がってんのか。大丈夫か。あれ？ここから分かれ道か。とりあえず右に進んでみたが。秘密の暗号、森へのパスポート、素敵な冒険始まる。なんで今この歌を歌ったんだろう。わ、なんかそれっぽいところ来てしまったな。それっぽいところ来てしまったけど、ちょっとさっき左のルート見てみようかな。なんかこっちの方が正規っていうか、ストーリー進むルートっぽいな。ちょっと、寄り道の方行ってみたいな、先に。なんか左の方に何かあったかもしれんの。右行ったらさ、ストーリー進んでさ、左の方見え、なんかある。何あれ？青い蝶。あ、写真のポイントだったんじゃ。なんであんなところに？青い蝶とか珍しいな。おうおう、きれい。なんとかアゲハ的なやつかな。怖いくらいに綺麗だった。確かに不気味やけど綺麗やな。デザイン良すぎだろお前。黒と青の配色が素晴らしいじゃん。よかった。先にこっち来とってよかった。もしかしたらあれ中入っとったらやっぱストーリー進んどったかもしれんからな。写真撮れてよかったわ。隣のトトロ、トトロ、トトロ、トトロ。いや、誰だ？誰か選挙ゴールよ。あ、隠れだ。一瞬にして隠れだ。言うだよ、お前ワンチャンそこ見つかるんじゃないか。で、あ、くく、の、でで。見て、あれ、用務員さんじゃない？噂は本当だったんですね。何をしているんだろう。独り言を言っているみたい。お祈りのようですが、何語なんでしょう。こ、せ、げ、げぎ。グロンギか。仮面ライダークーガに出てくるグロンギ族か、お前は。おい、今のうちに写真を撮ろうぜ。やめてよ。やばげな風紀マックスじゃない。見つからないようにうちに戻りましょう。見つからない場所でやるくらい大切な儀式ですよ。胸のうちに留めておきましょう。おいおい、こんな絶好の機会を逃すってのか。そんなのはバカのやることだぜ。平気平気。あ、言うだよ、お前。一番最初に死ぬぞ。そういうやつは一番最初に死ぬぞ。そうね。こっそり取ってすぐに帰ればいいんだ。お前、冷や汗かいてる。お前ら冷や汗かいてるけどな。あいまで。用務員さん、ごめんなさい。ほら、みんなで構えて、一斉ので撮るぞ。へい。撮れてないよ。え、こっち？撮る。撮った、撮った。見つかった。ゲゲゲゲゲゲ。見つかった。違う、振り向いただけよ。絡め、ダメ。ああ！誰かいるのか？くそ、逃げるんだ。待てー！逃げろー！愛ちゃんは俺が操作してる。うわー！ガチで近づいてくる。はーい！だーだだ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 
ンに出てくるダダ。
待てよお前ら、なんかこんなに机並んでなかっただろう。わあ、机で阻まれた今。あー怖いわよ、こんなに机なかった、こんなに机なかったの送るとき。うわあ危ない、うわあ捕まる、捕まった。そんなゲームだったん、そんなゲームだったん。わあ、なんか出てきたね今、逃げ切ったか。うわー、あ凍った。立って凍った、走って、揺れてる揺れ、うわー、あーこんなタイミングでそこ割れる。ハイさん、あ、無事だった、無事だったけど、行った。ここはみんなどこ、一人ぼっちになっちゃった。てかあんなタイミングで地割れ起きますかね。崩れてる、まだなおで崩れてるわ。あいどん、ん行き止まり、もう出口がなかったら嫌だよこんなところで。ここから道を探そう。こういう時は歌を歌おう。チャーラーへっちゃらー、何が起きても気分はへのへのかっぱ。狭くなってる、通れるの、行くしかない。チャーラーへっちゃらー、頭からっぽの方が夢詰め込める。あ、誰か来たー、誰か来とった、誰か来とった、待った、お前かお前まだ来とったんかお前は。はよ進めや、はよ進め、行った方がいいよ。あ、下がりや下がりや、なにこれ銅像だらけなの。はぁ、あ、はぁ、あ、行き止まりだ。え、なにそれ、な、なんでそこ登って、登ってきて、うわー引きずり込まれた。離せ離して、あこうだ、うわー、うぅ、こうだ、も、なんで戻ってきたよお前、めっちゃ殴られてるやんこうだ。だえ、あ、殴った方なんじゃ、殴られたんじゃなくて殴った方なんや、助けた方なんじゃ、よかった。コウタ大丈夫、行こう、立てる、あ戻ってきたのか、戻ってきた、ドラム缶そういうおもしのために用意されとったんかな。ああ、はい、よかった、みんな無事で。何だったんじゃあれ、あの人何だったんじゃ、何が起きとったんじゃ、死ぬかと思ったな、なんでなだなんか持ってるんだよ。雄大が消しかけるからよ、写真を撮ろうだなんて、私大丈夫かい、顔色がだいぶ悪いぜ。愛さんは僕を守るために、私あいつを殺した、え、どうしよう、正当防衛だった反応です、仕方ないことです、とりあえず警察に通報を。
俺は反対だ。なんで？人が死んでいるのよ。大事になったら面倒だろう。アプリもやめさせられちまう。お前はこの横に及んでアプリ取るんか。金の権化か、お前は。それはそうですが。せっかくいい写真が撮れてランクも上がったのにもったいないだろう。お前その笑顔やめろ、お前。人が死んでるのよ。放っておく気？自業自得だよ。殺人犯は無効だぜ。愛に石画がかぶさってもいいのかよ。私はどうしたらいいのか。とにかく俺は帰るぜ。ちょっと雄大、どうせ人も寄らねえ場所だし平気だよ。また明日考えようぜ。疲れた。ああごめんね、私のせいで。違うよ、な、愛は何も悪くない。そうだ、写真どうしましょう。いいよ、送ろう。おい、金の権化、結局金の権化か。お前らこんな写真残したくないって思うけどな。俺だったら送らなきゃ。何のために命を懸けたのかわからないよ。まあそりゃそうやけどさ、写真どんな感じなん？とりあえずこれで秘密の正体を明かせてんはミッションクリアなんじゃ。3つクリアしたな、とうとう。めっちゃポイントあるよ。ランキング県内入ったやん。6248、すごい。ランキングは一気に県内に入りました。3万ポイント。みんなありがとう。今日は帰ろう。うん、でもなんだか虚しいよこの気持ち。後味悪い感じになってしまった。人が死んでるからな、なんだかよくわからんままに帰ることになってしまった。どうした？忘れろ、寝て忘れろ。これはに明日が迎えた。雄大めっちゃ人気者になってる。どうした、雄大がめっちゃ人気者になったんやけど。女の子いるじゃん。うわ、裏山。おい、裏山。おはよう、雄大。すごい人気ね。どうしたの？それがね、聞いてよ、愛。あの時の写真、撮ってたんだって。あの時って、昨日の？そう、追いかけられてる時に、用務員の姿をパシャッと。僕が転んだ時です。あの隙にそっと撮ったそうです。お前、あいつ、抜け目ねえな、お前。信じられない。しかもその写真をアプリのミッションに使ったの。一人で抜き駆けね。え、雄大のランキング僕らよりはるか上になりました。お金もたんまり入って有頂天よあいつ。ええ、だからこんなになってんだから。ちょっと雄大くん、人気者になられてご満悦のようね。よう、あのアプリ最高だな。教えてくれてありがとうな。みんなで一緒にやるって言ってたじゃない。え？嫉妬か？別にいいだろう。儲けた分で怒ってやるからさ。金の権化でできちまった。ガチで金の権化になってしまった。ランキングというさ、という名誉も手に入れて、金も手に入れて、お前、満悦しやがって、お前、女の子に囲まれやがって。そういうことじゃなくてね。昨日あれだけのことがあったのに。それだけとさ、どうなったか見に行かね。やめといた方がいい。それはだけはやめといた方がいいぞ、お前。今のままご満悦のままでいいからさ、やめとけ。それはやめとけ、お前。このままじゃ気になって飯もまずいし、様子を見に行こうぜ。そうだね、自分のしたことを確かめなくちゃ。やめといた方がいいぞ、それはさすがに。なんだ？こらこら、君たち、倉庫には近づかないで。やっぱり。
倉庫の下にでっかい穴が開いていたんだよ。なんでも昔の防空壕らしいが。マジですか？中は崩れやすいし危険だから、こうやって見張っているんだ。やれやれ、昨日から雑用ばかりしてる気がするな。あの、死体はどうなりましたか？は？死体？何のことだね。ゲームやりすぎじゃないのか。なくなってんの？用務員さんはどうしてます？いないよ。用務員さんは一週間前から来てないよ。え？そんなのいいのか。そんなやつクビにすべきだろ。知らないんだね。用務員さんは一週間前に亡くなったよ。え？生きてるはずのない人間が襲いかかって来たのかもしれません。しばらく姿を見てなかっただろう。重い病気だったんだよ。おかげで俺がいろいろ走り回ってるわけ。もうこれ以上余計な仕事を増やさないでくれよ。よく倉庫に入る姿を見たという目撃情報は一週間ぐらい前から。あれ、どういうことなの？ねえ、私たちが見たのって。昨日は確かに追いかけられた。もしかしたら病院から抜け出して生きていたとか。死亡確認も葬儀もするでしょうから、そんな簡単にはいかないと思います。これにはちゃんと写真写っているぜ。奴がいた証拠だ。なんか後ろについてますよ。後ろになんかついてますよ。影マンや。影マンみたいなやつがおるでないか、お前。ん？どうした？そこ、その後ろの影。見つかっちゃいました。終わった。ああ、よかった。とりあえずよかった。誰かが死ぬこともなく、とりあえずはよかったって感じか。ああ、誰も死なずによかった、マジで。誰か一人くらい死ぬゲームかなってちょっと思っとったけんね。あ、これまでゲットしたもの全部が出てくる感じ。面白かったこれ。緊迫したね。前半はさ、結構ほのぼろーとしとったはずなのにさ、中盤から突然ホラー要素になって、でも結局謎のまま終わってしまった。このゲームね、なんかあくまでこれ第1話で第2話もできるらしいんですよ。作れるらしいんですよね。だからね、第2話の方でもしかしたら語られるのか、もしくは第2話は新しい内容になるのか、何せよすごい気になるところがあるけど、めっちゃノーイメージあるな。まだなんか取れてないところあったんじゃ。洞窟の中か。これアミノセイっていうね、VTuber らしいんですよ。調べてみたら、アミノセイってほんまにおる VTuber がこのゲームに出演してるような感じらしい。歌うまいな、アミノセイ。お前てか女の子だったんじゃ。アミノセイ、あ、褒めだけに出てきてはありがとうな、みたいな。ポイントいっぱい溜まったね。2話ではもっと稼いじゃおうよ。そうだ、もっと稼ぐぞ、お前。ランキング1位を目指さなあかんからな。雄大には負けてられんぞ、お前。楽しみに待ってるね。カゴメカゴメ、あ、これ次回予告。檻の中の鳥はいついつでやる夜明けの
パンにツルとカメが滑った。なんでここツルとカメなんだろうな。後ろの正面だれ。あ、新キャラが出るとかでもなく、メインキャラはこの4人続投なんじゃ。コウタ？誰だ？コウタは VX か？今のコウタは VX か？なんで突然の田中、え？突然アフロ君出てきたよ。なんで突然のアフロ君出てきたお前。ただ、おまけ部屋これ。的なやつ？お疲れ様でした。第2話は現在魚位制作中です。取り損ねた写真収集や落書きをお楽しみください。え？アフロ君お前ゲーム側の人間だったん？制作側の人間だったんや。